は大学の時は友達なんか全然意識しませんでした。物に興味を持つっていう習慣をつけるってことですね。集団の中の生活をあまりこじらさないようにした方がいいと思います。18歳の大学生になりたての男性からのご質問なんですけど、はい、武田先生は大学生の頃日々どのように生活されていたか聞きたいです。またですね、苦手な友達との付き合い方などコツがありましたら教えてくださいということですね。そうですね、私が割合比較的この心理的には対人関係というのにあまり苦労せずに来たのの第一の理由はですね、この方男性ですか？男性です。ああ、男性なら間違いなくできるんですが、人に興味を持つんではなくて物に興味を持つっていう習慣をつけるってことですね。例えば、これは大学生ですが、職場に入ってもですね、職場で行われることとか、そういうものに、こう、注目がいってると、人間関係ってのはそれほどこじれないんですね。ところが、女の人によく見られるんですが、職場に行って、職場のことを僕が聞いても、あまり仕事のことはクリアには答えない。ところが、人のこと言うと、あ、こういう人がいるんですよ、ああいう人がいるんですよ、あの人は嘘つきなんですよ、あの人はこうなんですよってことをどん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 言い出す。これは女性が現在の男性の社会ではうまくやっていけないという基本的な原因ですね。うん、ですから女性の方は特にそれを気をつけなきゃいけないし、ここに書いてあるような苦手の友達との付き合いっていうのは友達を意識するからなんですね。僕は大学の時は友達なんか全然意識しませんでした。まあそういう友達もいる、こういう友達もいるってことで、むしろ、勉強することとか、それからまあ旅行よく好きだったから旅行の先のこととか、そういうものに自分の興味がある。特に男性、女性はね、家族を持つっていう性質上、もともとそういう性質があるんで、なかなか人に注目しないようにするっていうのは難しいんですけどね。僕いろいろ今まで相談を受けてお話をしても難しいんですけど、男性の場合も非常に簡単で、物に興味を持つ。この人は多分この大学生はね、大学にあまり目的なく入ったんじゃないかと思うんですよ。それでいいんですよ。それ全然大学は目的なく入ったって全然結構で、何も専門知識をつけなきゃいけないってことないんだけど、しかしやっぱり、苦手な友人というのが友達がいるってことはどういうことかっていうと、やっぱり興味が大学のキャンパスってこういうふうになってんのか、あれ木は20本生えてるなとか、下は舗装されてんだなとか、教室っていうのはこういう作りになってんのかとか、冬は暖房費を節約してこんなふうにやってんのかとか、そういうふうにこう、まあもちろん教えてもらう内容についてももちろんそうですけどね、そういう図書室行ったらこうなのか、まあ、この機会に大学に入ったんだから図書室の構造もよく理解しとこうとか、そういうような興味の方向がですね、やはり人ではない方向に行くようにしとくと人間社会というのは非常に楽ではないかというふうに私は思います。アドバイスとしてはそれですね。まあ、人っていうのは周りの目を気にするってことがね、よくありますけど、まあ、いや、周りの目を気にするんじゃないんです。それは違う。そういうと間違いますんでね。うん、自分の、興味というか、関心の行く先が、周りからじゃない。周りからってのは、向こうからこっちにアフォーダンス的にこう来るわけだけど、そうじゃなくて、こっちから向こうに行くものが、例えば、僕が佐野さんの番組に最初に出たときに、佐野さんが、武田先生は上がらないんですかと聞いたわけですよ。僕はなぜ上がらなかったかっていうと、その照明とかすごく珍しかったんですよ。さんまさんの番組の照明って非常に特殊な照明なんで、で僕は天井見てこう、あ、照明こうなってんのか、なるほどな、とか、スタッフの数が30名ぐらいいたんだけど、あ、こういうふうにスタッフを配置してんのかとか、カメラ5本なのかとか、そっちの方に関心があったので、上がるという方向にはいかなかったんですよ。だからその時に僕が違うことに興味があったら、やっぱり上がってたと思うんですね。それからその自分がよく見られたいとか、自分が他人からどう見られてるかとか、そういうことに興味がいったら僕は上がってたと思うんですよね。僕はもう全然普段からそうじゃないんです。
そうじゃない。ですからね、それはね、ちょっと女性に難しいかもしれないけども、男性の場合は必ずそういうことができますので、そっちの方向に行って、集団の中の生活をあまりこじらさないようにした方がいいと思いますね。人の目を気にしないんじゃないんです。はい、自分の興味の先をどこに置くかってことです。はい。そうですね。わかりました。はい、じゃあね、はい、ぜひ大学生活ね、頑張っていただければと思います、はい。ご視聴ありがとうございます。もっと武田先生のお話を聞きたい方へ、武田先生に直接人生相談をしたり、YouTube では公開できないお話を聞ける公式オンラインサロン、幸せ砂時計村で、武田先生や意識の高い仲間たちと幸福な生き方、考え方を身につけ、笑いの絶えない毎日を一緒に過ごしませんか？武田邦彦公式オンラインサロン、幸せ砂時計村、参加受付中。詳細はこちらの QR コード、概要欄をご確認ください。